はい、ではね、残りのシルエット話してみたいと思います。君が村を歩いていると男が寄ってきて、薬を分けてもらえないかと話しかけられた。男は商人顔負けの巧みな話術で、薬を渡すとどんないいことがあるのか君に説明し始めた。すっかり話に乗せられた君が薬を渡そうとすると、ブルーノに渡してはいけないと警告された。さて、村人に薬を渡すべきだろうか。もう少し聞いてみたい。渡すつもりはありません。はい。君がなぜそんなに薬が欲しいのかと問うと、男は饒舌に語り始めた。男が薬と初めて出会ったのは幼少期のこと。その頃の彼は両親からの構ってもらえて、手に持っていないように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 、手に持君は男の話を食い入るように聞き、薬を渡した方がいいような気持ちにさせられてしまった。要約すると、幼少期の頃に出会った女の子からもらったプレゼント、それを持って帰って、女の子は引っ越ししてどっか行っちゃったんだね。で、帰ってきてそのプレゼントを開けて横にあった薬を飲んだら、あまりの美味しさに病みつきになったと。ただそれだけのこと。大した話じゃなかった。クロエは彼の早口なおしゃべりを全て聞き取っていたようだ。ブルーノからは渡さない方がと言われたが、君はまだ迷っている。一見正常そうに見えるけど、この男、村人に薬を渡すか、バイヤーの可能性もあるし、でもちょっとやっぱイカれてるのかなっていう感じもなくもない。でも薬の味を知ってる。渡さない。ブルーノの警告を聞き入れて、君は男に薬を渡すことを拒んだ。薬をもらえなかった男はしょんぼりと肩を落とし、どこかへ去っていった。彼がいた場所にはなんだか見覚えのある不思議なものが落ちていた。見覚えのあるもの？見覚え？お？君は不思議なカード8を拾った。これってさ、人を助けたりした時にもらえるやつじゃないの？彼に薬を渡さなかったことが、一時だが彼を救ったことになるってことなのかな。女はこんな村からはさっさと出た方がいいと君たちに警告した。ここにいたらいずれはあなたたちも。そう言うと女は急にケタケタと笑い出した。まともそうな女って書いてたけど、ギリギリなんだろうな。多分正気と異常の狭間にいる感じ。危ねえな。村人に寄り添う白くに、君はいつも村人たちの解放をと聞いてみた。彼が言うに、村で起きる面倒事は普段は村外れの家に住む老人が一人で対処しているらしい。知りたいことがあれば話を聞きに行くといい。そう言うと白くは村人の解放に戻った。オッケー、この近くにいるんだね。
どうやら事情を知っている人がいるらしいと。なるほど、了解です。無村長も正常かわかんないしな。ただ一つ、この村の人たちはドラゴンに対して好意とかそういうのではない、ドラゴンサイドではないっていう感じはあるよね。あからさまになんか崇めてるとか、そういった態度は見られないので、そういう意味では大丈夫かなとは思うが、村長がまともかどうかは微妙。戦闘にならないとも言えない。待て、店の主人がまともじゃない可能性もあるよね。怖っ、それめちゃめちゃ怖いんだけど。大丈夫？イビルスレイヤーだって、名前からしてやべえ。クリムゾンクローだよ。あ、賢者の杖まとも、アサシンボー、デモンズパワー、いや悪魔とかそういったのを想像させるネーミング多いな。呪われた大地じゃない、ここダークメイルだよ。野戦士っていうのかな、強化扉、ブラックウィッチ、あ、もう絶対やべえじゃん。また同じだね。いやーマジか。ダーク、上がるね。あ、これは欲しい。3000でいいの？ブラックウィッチは？あ、そんなに上がらないけど、なるほど。ブラックウィッチは気回しができるか。お、クロエもめっちゃ上がるじゃん。30台いくんだ、攻撃力が。しかも防御力とかまで上がるって。これ買いだろ。アサシンボーも上がる。デモンズパワー。ごめん。今は、前線じゃないので、ごめんね。今、前線で組んでるパーティーで行くね。イビル。あ、2000統一？あれ？あ、防具がちょっと高いか。武器2000金か。ってことは2、4、6、6000。2、4、6000と、5000で11000。大丈夫。14000残る。よし、買う。購入して装備します。はい、これ。はい、これで、装備はね、すべて、買いました。武器屋の店主の裏面解放。やっぱり買い物とか足しげく通うと。あ、わかんないな。町ごとの武器屋を制覇すると裏面解放されるのかもしれないね。一応顔だけ出しとこう。薬ないんだよ。じゃあ薬ポーションだから薬屋だ。物買わないとダメかな。解放されないかもしれないな。あ、魔石でジェム3個生成する。おー、クロエの全体攻撃がちょっとちらついてきたな。これを使えば一気にジェムを3個生成できる。値段的に1000、1個だけ買っとくね。いざって時にね、欲しい、いざ欲しいって思った時に、もうダンジョンに入ってた時にね、もうどうしようもできないので、1個だけ残しておきましょう。
道具屋の看板娘の裏面解放。OK。よかった。解放できた。購入した方がやっぱいいのかな。あ、遊戯場か。ごめんごめん。遊ばない。申し訳ない。遊戯場の男の子は正常なのかな。あ、宿屋もあるね。OK、薬屋。はい、買います。傷薬、枯渇してますんでね。ただこれ、あ、でも敵の攻撃強いから20でいいかな。持てる数が決まってるからね。うんうん。であれば、20を買った方がいい。が、しかし。今ね、アイテム所持数が30分の29なのよ。だから、どうしようかなと思って。OK。薬屋のローバーリメン。で、宿屋に入ります。宿屋に行くと、店主はめんどくさそうな表情で、こんな村に来るなんて、物好きもいたもんだ、とぼやいた。続けて、休みたきゃ好きに休んでくれと、店主は投げやりに行った。商売するのもめんどくさそうだ。あ、こっちの解放はない。どっかで宿屋に入ってないっけ？いや、宿屋のお姉さんはもうすでに解放されてる気がする。うん。はい。ね。セーブしますね。あ、セーブの前に、今回は、キャラクターのコレクションを見てからにしましょう。今回はこれで終わりにしたいと思います。すみません。ちょっとね、先進まないけれども、やばいやつが次々と解放されたんで、あ、違うのか。見た目が、この人だよね。成人女性。その女は家族を失い、絶望していました。命を絶つことも考えるほどに。そんな時に幸せになれる島の噂を耳にします。その島の住民は悩みを持っていませんでした。そもそも悩む知性を失っているのです。女はそこで全てを忘れ幸せに暮らしました。あー、裏面になったら目の下に出ちゃってるね。目の周りか。しかも眼球が赤くなっちゃってんじゃん。ほら、ほらほら。そしてこの少年、幼い頃の彼は病弱で、窓の外を羨むばかり。元気に外を走るのが夢でした。それが叶うなら苦いお薬もへっちゃらだったのです。大人になって彼の夢は見事に叶えました。今日も元気に外を走ります。意味不明な規制を発しながら目的なく走り続けています。やべえ、ちょっとこの差がやべえな。うわ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 。で、あとは、ちょっと怖いやつだね。なあ、ばあさん見てみろ。わしらの周りを蝶々がたくさん飛んでいるよ。かわいいなあ。綺麗だなあ。そう言って、老人は目を細めてにっこりと笑った。その歯の隙間には、蝶の羽や触覚が挟まっている。マジこの、表面と裏面の差がやべえ。
この辺はなかった。あ、武器屋ね。はい、いらっしゃい兄ちゃん。駆け出しかい。俺はこの仕事が長くてな、役の実力が一目でわかるんだ。いい装備を見繕ってやるよ。いらっしゃい。さっきの兄ちゃん弱かったろ。あんたは楽に金を奪えて、俺は商売に困らない。これからもよろしく頼むぜ。何のことだこれ。え、何のことかわかんねえ。彼女の採用は即決だった。その可憐さ目当てに客が集まり、売り上げが伸びると考えたからだ。事実、売り上げは大いに上昇した。彼女の採用は失敗だった。そのそそかしさで売り物を壊し、店内をめちゃくちゃにするからだ。おかげで損失が売り上げを超えてしまった。立ち絵だね。おお、かわいい服着てるね。ちょっとなんか他の人とはデザイン性が違うよね。そんな気がする。そそかしかったか。そうか。薬屋のロバ。薄暗い店内、ロバは店に足を踏み入れた私に湿った目を向け、ヒキガエルのような薄気味悪い笑い声をこぼした。私は身震いした。客商売ってのは笑顔が大事さ。おや、このお客さんブルブル震えて体調が悪そうだね。この薬で良くなってくれるといいのだけど。優しいおばあさんなんだけどね。あれだね、ちょっと人に誤解をされてしまいがちな感じなのかな。かわいそうに。はい。馬車屋使ってないからこいつの裏面は全然解放されてない。まさかこんなことになると思ってなかったから。はい、ということでした。今回はちょっとね短めですけれどもね、ここでね区切りがいいと思いますので、終わらせていただきたいと思います。次回は村長の家へ行って、この村の状況、ドラゴンの話が聞けるのではないでしょうか。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、ソミアでした。